まちゃ、るちょんです。いつもご視聴、コメント、高評価本当にありがとうございます。はい、ということで、今回はドッカンバトルをやっていきます。皆さん、天下一武道会お疲れ様でした。終わってからまだ数時間しか経ってなくて、まだ順位が出てない状態で撮っております。なので、報酬とかもねないんですが、今ある分だけちょっと我慢できないので引いていこうかなと思います。下からいけるかな。いけないですね。じゃあそのままいきましょう。はい、で今ある分が、こちらの、天下一武道会報酬のチケットガチャが、シルバーが31枚、でゴールド7枚で、SSR 確定ガチャが、シルバー16枚って感じですね。で、今回引いていくのが、こちらのヒットの方と、まあこちら引いていこうかなと思います。最初にこっち引くと、後でこっちが爆死しちゃったらね、あれなんで、先にこっちから引いていきましょうか。じゃあ最初はシルバーからやっていきましょう。レッツゴー。さあ、天津飯のみ。さあ、ブラック三宝ですね。さあ、どんどん行きます。お、クリリン。どうだろう。はい、ランファンですね。お、この組み合わせはいいのか？もしかして。そんなことないのか？どうだ？お、割れた。お！じっちゃーん。じっちゃんが来ました。これで一突でございます。さあ、どんどん行きましょう。17号のみ。お、ヤムチャ。さあ、あと2回です。お、いっぱい来た。そして18号とクリリンいますね。ピックアップ確定。おそらくピックアップ確定です。さあ、誰だ？お！来ました。サイボーグタオパイパイ1突でございます。さあ、シルバーラストですね。おー、なるほど。組み合わせが悪いですね。さあ、最後はヤムチャ。ではゴールドの方引いていきましょう。ベジータのみ。合体しない。お！まさかのサイボーグパオパイパイ？タオパイパイ。二突ですね。さあ、このまま行きましょう。おー、微妙な組み合わせ。さあ、タオパイパイ。追加で来るか？悟空と。さあ、残り5枚。お、クリリン熱いぞ。そしてベジータ合体はしない。
ミイラくんです。さあ残り4枚。お、ベジータトランクス、これはいいんじゃないか。どうなんだろう、そういう組み合わせあるんですかね。なさそうですね。あの組み合わせはないみたいですね。さあピッコロのみ。アメアメ、あ、ドラキュラマン。さあ残り2回。お、結構来たぞ。ベジータちゃん？来なかった。またこのヤムチャ。さあラスト。チャオーズ、チャオーズ来てくれ。くそー。そして最後は男狼ですかね。はい、こちらのガチャは、じっちゃんが1枚と、サイボーグタオパイパイが2体出ました。じゃあ次こちら3回引いていきましょう。これはいいぞ。17号18号来たんで、おそらくピックアップですかね。おお、マイティマスクですね。まだ独眼覚醒来てないんで、独眼覚醒楽しみです。いっぱい来た。お、これで終わりだ。これもピックアップですかね。お、力属性のベジータ当たりました。さあそして最後、できたら LR 欲しいな。この中に入ってたかどうかは分かりませんが。なあ、最後は昔の悟空で終了です。はい、いかがだったでしょうか。いや、意外と出ましたね。いやー、惜しかったのが、サイボーグタオパイパイが、あと2枚揃えば虹だったんですが、いやー、惜しくも2と2で終わってしまいました。はい、という感じで、1回目はこんな感じで終わりにしたいと思います。次ね、また報酬でもらって、もしガチャが引けたら動画撮っていこうかなと思います。はい、ということで、今回はここまでで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンク貼っておきますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。またね。